はい、こんにちは。購入した商品をモッキー目線で紹介するモッキーのお気楽商品レポにようこそ。今回はキャノンピクサス TS8530 の商品に関してレポートします。発売日が2021年11月上旬なので、この商品レポをする段階では最新のモデルになります。 Amazon から購入して届いた商品を早速箱から取り出していきます。箱に保証書が付いているので、誤って保証書も捨ててしまわないように箱から切り取り大事に保管します。箱の一番上には設置基本操作マニュアル、インストール用 CD-ROM、 あと各種案内があります。この箱の中身は電源コードとセットアップ用インクタンクが入ってますので、それらを取り出します。それでは本体を慎重に取り出していきます。付属品は次のような内容になっております。セットアップ用インクタンク、電源コード、セットアップ CD-ROM、 設置基本操作マニュアル、各案内と保証書です。スキャナー部分を開き、輸送時の破損を防ぐための梱包材やオレンジテープなどを取り除いていきます。スキャナーユニットカバーを開き、プリントヘッドホルダーについているテープも剥がしていきます。それでは本体のサイズ感を見ていきたいと思います。まず横幅は 372mm、 奥行きがちょっとこれでは分かりづらいんですが、下の出っ張り部分も含めて 345mm あります。高さが 142mm あります。今まで使用してたのがこのエプソン EP903A なので、その大きさを比較するとかなりコンパクトなのが分かります。インクタンクを外した状態で重さ 6.4 キロと軽量で、部屋の移動に持ち運べる重さになっています。少しはめにくいのですが、電源コードを接続して電源ボタンを押して起動を行います。ここからはプリンターのセットアップについて説明します。まず本体のタッチスクリーンにセットアップ方法が表示されますので、その説明を見ていきます。それではインクタンクを取り付けていきたいと思います。スキャナーユニットカバーを開くと、プリントヘッドホルダーが動いているので、手で触らず動きが止まるまで待ちます。付属のセットアップ用インクタンクについているテープとフィルムを剥がしていきます。その際テープが残っていないかを確認します。オレンジ色のキャップをゆっくり外していきます。プリントヘッドにインクタンクを差し込み、カチッと音がするまで上から押します。同じ要領で6色すべてのインクタンクを取り付けます。スキャナーユニットカバーを閉じると内部で動作が始まります。純正インクタンクが取り付けられた旨のメッセージが表示された後に、印刷品質を高める調整を行うため、普通用紙2枚をカセットにセットします。用紙が入ったカセットを本体に戻します。印刷品質向上の調整は5分ほどかかります。操作パネルを押し上げ、印刷が開始されます。初めて見た時、この動きには少し驚きました。ちなみにこの印刷パネルは、印刷を開始すると先ほどと同じように自動で開きますが、閉じる時は本体側にゆっくり押して収納します。このように何回か用紙を出し入れしながら印刷調整を行います。
印刷調整が終了すると自動アップデートの案内が表示されます。ここは基本するを押します。あとはアンケートなどに答えてセットアップは完了となります。この後取説だとすぐパソコンにつなぐ方法を書いていますが、まずプリンター本体を無線 LAN につなぐ方法を紹介します。接続方法は3通りあります。1つ目は無線 LAN 接続で Wi-Fi ルーターを使用して接続します。2つ目は無線ダイレクト接続。これは Wi-Fi ルーターを使用しないで接続する方法なのですが、使用環境によってはこの接続をしている間はインターネット接続ができなくなる可能性があるので注意が必要です。最後に USB 接続です。ちなみにこのプリンターには USB ケーブルが付属されてないので、この方法の場合は別途ケーブルを用意する必要があります。今回は Wi-Fi を使用して接続する方法を説明します。まずタッチスクリーン左下にあるネットワークを選択します。次に一番上の Wi-Fi を選択します。設定情報表示、 Wi-Fi、有効無効の切り替え、 Wi-Fi のセットアップが並んでいます。ちなみに一番上の設定情報表示を選択するとこのような画面が表示されます。 Wi-Fi 有効無効の切り替えは有効になっていることを確認します。最後にWi-Fi セットアップを選択します。 PC、スマホ簡単接続、プリンターでの手動接続、ルーターのボタンでの接続、その他の接続方法と並んでいますが、 Wi-Fi ルーターに AOSS や WPS などの無線ルーターを設定するボタンがあればそちらで簡単に接続できます。ちなみにモッキーの家ではバッファローの AOSS を使用しています。この画面が表示されたら Wi-Fi ルーターの AOSS ボタンを長押しして接続します。これで Wi-Fi の接続が完了しました。タッチスクリーン左下のネットワークにこのような Wi-Fi マークが表示されていれば接続完了です。それではパソコンと接続していきます。検索サイトでキャノンようこそと入力して検索をします。検索結果が出たらキャノンの公式サイトを選択します。このような画面が出たらセットアップを行うをクリックします。製品名を選択します。タイプを下から選ぶか直接 TS8530 と入力しても OK です。開始をクリックします。 B のパソコンやスマートフォンと接続をクリックします。セットアップのためのソフトウェアをダウンロードして実行の下にあるダウンロードボタンをクリックします。ダウンロードしたファイルを実行すると、言語の選択、セットアップ開始をクリック、最新情報の確認、使用許諾契約にははいを、各種サービスをご利用いただく上のお願いは同意をクリックします。プリンターの電源が入っていることを確認して、もし入ってないようでしたらプリンターの電源を入れます。プリンターの検出を行い、検出されたプリンターの一覧が表示されますので、そのプリンターを選んで次を押します。無線 LAN 接続か USB 接続を選択してから次を押します。プリンターとの接続が成功しましたと出たらソフトウェアのダウンロードが始まります。最後に接続設定とインストール完了が出たら印刷とスキャンが可能になります。このタイミングで念のためテストプリントをすることをお勧めします。通常使うプリンターに設定するにチェックマークがついていることを確認して、次を押して案内などが表示されますが、基本はこれで終了となります。
最後までご視聴いただきありがとうございました。モッキーが購入した商品を独自目線でレポートする動画を今後も続けていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。また次回もよろしくお願いします。